ナンバー74粘着手榴弾はイギリスが第二次世界大戦中に設計、配備した手榴弾である。正式名称はグレネード、ハンド、アンチ、タンクナンバー74。後半にはスティッキーボムとして知られた。ナンバー74粘着手榴弾はイギリス陸軍とホームガードの使用のために開発されたいくつかの対戦車兵器の一つである。 これは、イギリス軍が、ダンケルク撤退の際に、装備の大半を放棄した余波として、十分な量の対戦車ライフルを買いたことへの特別な、解決策だった。設計は、ミリス・ジェフリーズ少佐と、発明家であるスチュアート・マクレーを部員に含むイギリスの、兵器設計部局、ミアーのチームによって行われた。この手榴弾の構造は、 強力接着剤でくるんだガラス製の休憩容器に、ニトログリセリンを収容し、板金のケースで包んだものである。使用者が手榴弾の柄上部のピンを引くと、ケースは剥落し、球体部分が露出される。もう一つの安全ピンは、発火機構を作動させるものであった。さらに起爆には、内部のガラス製休憩容器を破壊する必要があり、 使用者は十分な力で敵の戦車や装甲車に吸着させる必要があった。吸着後、柄のレバーを解除し、5秒の遅延進汗を作動させる。この進汗はニトログリセリンを爆発させた。設計上この手榴弾にはいくつかの過ちがあった。試験では、人愛にまみれていたり、泥だらけの戦車に吸着できず、また使用者が手榴弾のケース解除後に慎重を。 書いたならば、それは、簡単に彼の制服に吸い付いた。陸軍省の平均委員会はこの手榴弾を、イギリス陸軍が使用するものとして承認しなかったが、ウィンストン・チャーチル首相の個人的な干渉から、手榴弾の量産開始に至った。1940年から1943年の期間におよそ250万発が製造された。これは、主として、 ホームガードへ供給されたが、北アフリカ戦線では、イギリス軍とイギリス連邦軍によって使用され、6両のドイツ軍戦車を撃破し、また、オーストラリア陸軍がニューギニアの戦いの期間中に装備した。フランスのレジスタンスもまた、相当量この手榴弾を供給された。ナチスドイツのフランス侵攻戦の終結。 そして1940年5月26日から6月4日にかけて行われたイギリス海外派遣軍のダンケルク港からの撤退によりドイツ軍のイギリス進行はあり得ることとなった。しかしイギリス陸軍はこのような事態にあって祖国を防衛するには十分装備が整っていなかった。ダンケルク撤退から1週間の後27個手段だけは守備につくことが可能だった。 陸軍には特に対戦車ライフルが欠乏し、これらのうち840丁がフランスに置き去りにされ、167丁だけをイギリスで使うことができた。残された銃の弾薬も、また非常に乏しく、規則により、訓練目的のための一段さえ使用が禁じられた。こうした切迫した状況から、利用可能な最新の兵器は、イギリス陸軍へと割り当てられた。またホームガードは、 特別な武器として、彼らの時代遅れな兵器と弾薬で、乏しい兵備を補うことを余儀なくされた。こうした兵器の一つに、スチュアートブラッカー中佐の発明品があり、これは、旋回式でスピガットモーターの原理を用いたブラッカー、ボンバードとして開発された。この砲は 9.1kg の榴弾を約91メートル投射することができた。 出された砲弾は走行を貫徹する働きを持たなかったが、それでも戦車に重い損害を与えることができ、1940年には大量のブラッカーボンバードが対戦車兵器としてホームガードに供給された。ボンバードに指摘に接近し発展を引き受けたのはミアーとして知られる仏局であった。この仏局では、 占領下のヨーロッパにいるゲリラやレジスタンスグループが兵器を使用できるよう開発と兵器供給を行った。ミリス・ジェフリーズ少佐とスチュワート・マクレーの二人はミアーのメンバーであり、後者は一般の市民か兵士、そのどちらが投げた時でも戦車に吸着できる手榴弾の概念を出した。マクレーが実験に参加した時、自転車用のゴムチューブにプラスティシーンを詰めたものが 心みられていたが、これらは、弾道が不正確で粘着力が不十分だった。ここから彼は、休憩が投的に最も適するという手引きを行った。ウィンストン・チャーチル首相は、国家の対戦車防衛状態に関心を持ち、手榴弾について研究し、6月中の開発と、生産を強制した。この兵器には6月に、グレネード、ハンド、アンチ、 タンクナンバー74の名が与えられた。手榴弾の最初の試験は、この手榴弾が、埃や泥に覆われた戦車に吸着しなかったために、かんばしいものではなかった。そのため、陸軍省の平均委員会は、陸軍の使用するものとしてこの手榴弾を、承認しなかった。しかし、チャーチルは7月に、さらなる試験が行われるよう指示し、また、 個人的な手榴弾のデモンストレーション視察後には、これを速やかに量産に移すように命じた。1940年10月の彼のメモからはただ、粘着爆弾。100万個生産が読める。K ブラザーズ社は接着剤を提供した、ストックポートの化学薬品製造会社であり、接着剤を提供していた。この会社で、手榴弾は組み立てられ、爆薬を充填し、 アーディールにある ICI で起爆装置を装着した。1940から1943年に、およそ250万発が生産された。it was while practicing that ah, omeg, ワールボンバーガットヒズスティック、シックボムスタック2ヒズトラウザーレッグドクドゥン、M、G, stick, trousers, une, t シフトイット、it, a クイックシンキングメイトウィップとザトラウザーズオフ&。 ガットリッドオブゼムザボム、アフターザフォローイングエクスプロージョンザトラウザーズワーイン、エービットオブ、エーメスゾウ、アイシンクゼワー,ー、エービットオブ、エーメス。プライアーツーザエクスプロージョン、訓練の際、あるホームガードの敵男子が、粘着手榴弾を彼のズボンの足のところに固着させ、それを引き離せなかった。判断が早いその戦友はズボンを、サッと脱いで、 爆弾とズボンを取り払った。続いて爆発した後、そのズボンはボロボロになってしまったけれども、私が思うに、そのズボンは爆発の前からすでにボロボロな白物だった。ホームガードメンバー、ビル・マイルズ・リカウンティング・ザ・デンジャーズ・オブ・トレーニング・ウィズ・ザ・スティッキー・ボム、ホームガードの隊員、ビル・マイルズによる、粘着手榴弾の訓練の危険性についての小術、グレネード、ハンド、 アンチ、タンクナンバー74は ICI によって考案された半液体状のニトログリセリン約一ク1.25ポンドを収容するガラス球で作られた。この球体は粘着爆弾のあだ名の出所となった非常に粘着質な物質である鳥持ちを大量に塗り込んだメリアスで被覆された。外部のケースは金属の薄板で作られ2つの半球に成形されていた。 これらはガラス球の周囲を包むように配置され、5秒の遅延振管を内蔵した木製の柄に適切な箇所で固定された。この柄にはまた2本のピンとレバーが内蔵された。ケーシングが運搬時にガラス球の接着剤と触れることがないよう、ケーシングの内面には密着防止用のゴムピン数本が設けられていた。 最初のピンは引かれると薄板のケーシングを剥落させ、また二つ目は、手榴弾内部の発火装置を作動させる。レバーは、撃破されていない新管を安全に保つために、抑えられており、手榴弾は準備完了状態になる。それから使用者は戦車に駆け寄り、手榴弾を車体へ吸着させると同時にできるだけの力で弾を壊し、 車体の上へ厚いペースト状にニトログリセリンを塗り広げた。使用者のもう一つの選択肢は、距離をとって戦車へ投げつけるものであった。どちらの場合でも、手を離して、レバーが解除されれば新艦が作動し、その後手榴弾が起爆した。この手榴弾には、設計に関するいくつかの問題があった。使用者はこの手榴弾を投げるよりも、実際には戦車に駆け寄り、 手でこれを設置するよう強よく勧められたが、この過程で接着剤がいとも容易に使用者の制服にくっついた。そうなると使用者は、レバーをまだ掴んでいるうちに、手榴弾を解放し、引き剥がそうと努力する、面白くない状況に置かれた。ニトログリセリンが、強事劣化し、不安定になり始めたことも発見されたが、これはこの手榴弾の使用をさらに難しくした。 手榴弾とは単射程な兵器であったので、使用者は、戦車が彼らをやり過ごすまで、溝の中に潜伏し、または他の場所で隠れるよう訓練された。それから彼らは、防御が最も薄弱となる戦車の後部に、手榴弾を吸着させた。これが爆発した時、彼らが手で触るほど近づいておらず、わずか数メートルほど離れていれば、彼らは、比較的安全だった。 マーク2の設計では、ガラス球の代わりに、プラスチックのケーシングを用い、また、来館の代わりに、起爆薬が使われた、粘着手榴弾の内部構造。この手榴弾は1940年に始めて、ホームガードの部隊へ供給され、これらの部隊員はこの手榴弾の欠点にもかかわらず、これを好んだようである。兵器委員会はまた、 正規の陸軍部隊がこの手榴弾を使用することを承認しなかったが、訓練用として相当数が供給された。しかし、いくつかの粘着手榴弾は、北アフリカ戦線で作戦に従事するイギリス軍と、イギリス連邦軍部隊に使い道を見出され、対戦車用兵器として用いられた。1943年2月、ドイツアフリカ軍団が空の街を目指して進撃する。 際に、これらの連合軍側部隊は6両のドイツ軍戦車を破壊した。この手榴弾は、オーストラリア陸軍の部隊にも供給され、兵員は、ワウの戦いトラビの戦いに従軍中、この手榴弾を利用した。相当数が、フランスのレジスタンスにも供給された。以下の国がこの手榴弾を使用した。ありがとうございます。